甘酒グリーンスムージーを作ります。ほうれん草 20g を耐熱皿に入れ、軽くラップをし、500W のレンジで1分半ほど加熱します。りんご1/4個、加熱したほうれん草、甘酒 100g、レモン果汁大さじ 1/2を入れ、40回ほどブンブン引っ張ったら完成です。